生命を慈しみ、秋の実りに感謝する豊穣会が、今日宮城町の千陸八幡宮で行われ、歌や舞が奉納されました。千陸八幡宮の豊穣会は、虫や動物などの生き物を慈しみ、感謝する伝統行事で、毎年行われています。今日は巫女が豊坂の舞を奉納した後、宮司らが玉串を捧げました。例年豊穣会と合わせて色鮮やかな衣装を身にまとった子どもたちが練り歩き、五穀豊穣を祈願する行列浮遊は、新型コロナウイルスの感染予防のため3年続けて中止となりました。今年はなかったから本当に残念なんです。来年はやろうって言ってもらってますので、そういう風流とかそういうものを後世にずっと伝え残していきたいっていうこと。